深刻ぶってみたって何にもいいことないよ。もっと笑ったら。死にたいのか貴様。ここで華々しく散るがいい。ラウンド1ファイト。いい加減女の子らしくしろ。この生き様見せつけてやるぜ。ラウンド1ファイト。こっち
システム起動。確認。ひょっとしてお前強いの？レッツショーダウン。なんつって。深刻ぶってみたって何にもいいことないよ。もっと笑ったら？これで終わりにしてやる。ラウンド1ファイト。しらけたか。おっと、こうだ、こうだ。させるか。お待たせしちゃったかしら。全然、ちょうどいい具合にウォーミングアップできたし。あなたはいいの？ウォームアップなしで。ええ、私は格闘家じゃないから。は？格闘家じゃないってどういうこと？さあ始めましょう。よくわかんないけど、ここに立つ以上は手加減しないよ。私にも先に進まなければならない理由があるわ。ラウンド1ファイト。ライオン拳、誇張のようおっと、コーテックスパワー昇降拳。
ええ、見た目よりは頑丈なの。一つあなたにお願いがあるんだけど、聞いてもらえるかしら。お願い？あたしにどうにかできるようなこと？次の決勝絶対に負けないで。絶対にって言われると困るけど、まあバビッとやってみちゃおっかな。あれ、決勝戦ってここでやるんじゃないの？その通り、ここが最後の舞台だ。そして君の戦いもここで終わる。あなた誰？ひょっとして私の対戦相手ってあなたなの？ああ、君の対戦相手であると同時に今大会の主催者でもある、クシエルを滑る闇の爪、ジバートマと見知りおいていただこう。クシエル？何それ？この星の闇を支配する秘密結社アーデス、そのアデスが持つ無数のペルソナの一つと思ってもらいたい。秘密結社って今回もまたギャング団が主催だったの？メフィストフェレスとクシエルを一緒にして欲しくないものだが、クシエルと真に強いものを育成する機関、アデスにとって最も重要な下部組織の一つだ。結局よくわからないんだけど、でどうして格闘大会なんか開いたわけ？強靭な肉体を持つ格闘家を集めるためと言っておくか。メロン、君が魅力的な女性だからといって、その例外ではない。さあ、その肉体を我々に委ねたまえ。おあいにく様、わけのわからないギャング崩れに簡単にあげちゃえるほど私って安い女じゃないの。これが私の極限流よ。なるほど、君の強さは認めよう。今日のところは私の負けだ。そのありさまでどうしてそんな強気なセリフが出てくるわけ？負け惜しみも大概にしとかないと見苦しいだけだよ。いずれ君もその事実に恐怖することになるだろう。我々は不滅なのだ。嘘、消えた。ちょっとターマ、ギャじゃあきっと中継もされてないし、賞金だって
ここに。そんなことはどうでもいい。それよりお前、今の理由は何だ。お前は目指すために毎日稽古しているのか、金のために稽古しているのか。そんな不純な動機でやっていて、この道を極められると思ってるのか。いきなりそんなこと言われても。っていうか、そもそもお兄ちゃんやお父さんがしっかりしていないのがいけないんでしょ。私がテレビに映って門下生を集めたりしてるからこそ、曲がりなりにもうちの道場はやってきてるんじゃないの。おい、ユリなんてね。お兄ちゃん、本当はユリのことが心配で見に来てくれたんでしょ。別に俺は。